まず第1レース表彰台おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしいバトルの中でレースだったと思いますが、振り返っていかがですか？そうですね。あのー、まあ正直その素晴らしいバトルの方に加わりたかったっていうのが正直なところなんですけど、まあ、まずレース1で3まあ、やっぱりディスタンスの長い方が自分的には戦略としてこう組み立ててきてるので、まあ、次の20周のレースでまあしっかり一番てっぺんに乗れればいいなと思ってます。川崎ファンの皆あ、川崎ファンの皆さんも。 えー、優勝を願っていると思いますがレース2に向けてファンの皆さんにメッセージくださいそうですね、あのーまあえー、最後のレースになるので、まあ、なんとか一番てっぺんで最後を終えて皆さんに挨拶できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。